我的妈嘞！为什么？半夜你要不要讲讲为什么你要叫我畜牧啊 ？Hello， 好啦，Hello， 各位大家好，我是花木黑哟，是今天呢，一样继续来玩我们的人中之龙六啦。今天因为我跟叶恒没有啦，不是啊，就因为暴雪啦，暴雪的机制他妈的有点奇怪啦，然后要我们等个两。三四天才可以拿到暗黑破坏神四啦，所以呢，今天呢还是继续玩人龙六啦。好啦，那么我们上一次是玩到我们的，玩到我们那个小婴儿啊出大事的叶真安啊。晚上好，好，那么我们就继续游玩。不过第一次知道有那个暴雪机制，欸，居然防止说啊。有一大堆人就是想捡便宜，所以就让他们就是给我待着，叫好跑友就待着三天，让他们直接强迫型推销，是不是？不过我到时候还要去看那个暗黑破坏神的那个就是职业。
因为他们的职业啊各有好处啊，所以到时候还要再确认一下。哦，对，还有一件事情，那就是我在思考要不要把那个什么来着。要不要把广告时间挪差不多一分半左右吧？可是我怕你们又要靠北部，所以呢，我就先暂时不挪。虽然听说挪了就可以不用那个啦，不用片头广告啦，但是要看观众们的需求嘛，对不对？好，那么我们找到一只猫，我们就喂它这只黑猫吃个白的。啊，黑猫不能吃黑的东西啊，要吃白的。うまそうだな。是不是？是不是？哈哈。これ興味ねえか。没有吗？哭啊！哭啊，生肉不行啊，只能吃乌拉鱼。うまそうだな。よし、いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に連絡するか。もう罐頭。キリュウさん、白痴哦。白痴哦，为什么说我是罐头啊？你要请猫咪吃木屑吗？啊，这样子我不就是要当个罪人了，是不是？我要请猫吃木屑啊，那些猫咪会不会喜欢就是把我拿来当板板？当板这应该有个宝箱，哎呦哎！可以，哎干，锁住了哦！居然给老子锁住了！好，哎，啊，我就捡到这把钥匙啊，太。捡到这把钥匙应该能开门吧？开门，开门！空腹腰带，空腹腰带，啊？空腹腰带？哎，林高明安呐、啊。晚上好。空腹腰带消耗量提升，闪避加五啊？尴尬嘞。哎，林高明。484期待啦。人中之龙七外传，我也期待，大家都很期待我们的提牛叔叔。提牛の兄貴，待たせたな。あれから広島の状況は変わらねえか。何か新しく分かったことは。今も広瀬のおやつさんとは連絡が取れません。
ハルトをどこかに連れてったきりです。ん？あのおやさんが土下した言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って。一代外传跟八代都会买。哦，原来如此。好哦。何か隠された価値があるって話だった。え？そして、ハルトの父親は達川じゃないらしい。なんじゃと？そんな。到底是谁把哈鲁卡变成公车？今何より広瀬の親分を探さなきゃならねえ。到底。おいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高城の話だと、本家の連中も広瀬のおやさんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。我觉得不妙。我觉得很不妙。あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。ようわからんが、ローって男の話を真に受ければ、坊ちゃんがなんや大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いも親さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。広瀬一家の連中、松永と田頭は無事なのか？大丈夫です。今本家に見つからないようモレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬のおやっさん探しとんならいずれあいつらも本家の連中に身柄を抑えられそうなもんじゃが。おねえな。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先が分からなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。神室町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。你们准备一下。不过林高明，我也是哎，七代外传跟八代我都会买。然后 Payday 三的话，我先观望一下。因为我听说 Payday 三蛮不错玩的，可是一个问题点好了，大家最喜欢的是什么？没有错，电脑，因为电脑是最容易获得的渠道，所以呢，也就是说，很有可能一大堆人呢都跑去玩电脑版。お前ら、気合い入れていけ。有点难过啦。呜，我落个八竿啦。谁需要小弟呀、啊？我自己就可以打，干什么东西？站台。哦，在我们的亚加米事务所旁边开打。希望我们的八蛇可以见谅一下。運が悪かったんだよ、お前ら。哦，cheese可可粉烤吐司初见安安你好。不是，你这个名字是八四诱惑我想要去买宵夜。你今天第一次来，然后接着说一句“小女不才，请见谅”吗？笑死！怎么好像哪这样讲好像哪里怪怪的，是不是？哦，都是三组哎、欸，都是三组哎、欸，天哪！丢三叔叔，平民老百姓，干架大师，伊达真，警察，再来是大吴，东城会第六代会长。哦，天哪，666哎！八神事务所是在七代哦，那个时候哦对啦，那个时候。六代事件还没有结束啊、欸、不是六代事件
才刚结束啦，就直接，哦，对啦，五六代之间啦，我想起来了，五六代之间，那就没事了，那就没事了，没事，一讲完，后来大家都吓了呢，是不是？再来是肌肉派对 Muscle Plus， 六代同生会蛮好玩的，过极恶的真岛建设就把操作切分的太碎琐，哦，太琐碎。对这个部分，这是他们想说会把比较复杂、比较复杂变有趣。然后，毕竟他们为了要把操作切分的太琐碎，这样子他们就可以逼你们买 SSR， 是不是？哦，不是，那是 UR， 抱歉，抱歉。对，那个是 UR， 哦，没关系，继续打，继续打，继续打决战。打完决战，我们就直接闯去我们的广岛。广岛姐。本来呢，田那是めちゃくちゃ明るいやつなんだ。エアギターがめちゃくちゃうまく。愛してる。愛してますとか叫んだりとかね、変なやつだよ。それは変なやつだな。でも本当に明るくていいやつなんです。愛してるだ。やつじゃなかったんだけど。あいつが変わったのはいつなんだ。岡田が豹変したのと同じ頃から。不过真岛建设的话，它就是多了一个塔防要素啦，这个就不能怪了。毕竟人龙小游戏大国哎，是不是？真相に近づく大きな一歩になると思うんだ。よっしゃ、じゃあそのためにも絶対に勝ちましょう。我们一定赢。まさかお前と戦う日が来るとは思わなかったよ。タナ、それは俺も同じだよジョー。俺たち仲良かったもんな。約束通り。俺たちがこの戦いに勝ったら何があったのか教えてもらう。可以的、可以的。スキンするといい。我们有最强干架师花木哎。話したけどな。悪いが全力で行かせてもらうぜ。お前が相手だろうと容赦はしねえ。よく言うよ。そもそも誰かに喧嘩で容赦したことなんてないだろお前。はさすがジョー。まあ、加油打爆。え、殺小啊。そんなところ。暗夜啊。ジョー。さて、おしゃべりは終わりだ。行くぞ。哇，你不说彭乔是个基佬，我还以为彭乔是个基佬。不要啊，这个爱很沉重啊，千万不要。お願いします。这个爱好沉。我跟你说，有这个 BGM， 这个 BGM 是手游版的。一定可以 ，Lucky Ball， 不会赢的，我们就派双三岛，我们就派三岛过去。哎喂，哦，刚刚好，三岛过去，然后居民警察，再来最后是我们的麒麟祖祖，小兵就由主角六代目那些
居民，对啊，秋山夫妇是居民哎、秋山叔叔表示，想当年我可是让整个黑道跪下来的男人，我就是个居民，可以的。哇，好强哦！俺たちの勝ちだ。 KD 安安啊，晚上好。今天过得怎么样啊？如何啊？哈哈。有。お疲れ様でした。よくやった。虽然秋山叔叔是我最喜欢的角色啦，但哎、对，真的是。没事没事没事，乱叫街友也没关系。やるじゃないか、じゃあ。お前もな。这他就是街友。追い詰めさせてもらったぜ。まだまだだ。これぐらいがハンデでちょうどいい。どっちが勝つか決着つけようぜ。お。要开战了吗？こんな奴らに追い詰められて情けないですね。仕方ないから尻拭いをさせてもらいますよ。ちぇ、男が差し合い決着をつけようって時に余計なことを。結構いるね。桐生さん、行けそう。楽勝だ。お前はどうなんだ。簡単だな。楽勝っす。可以的。ならいい。背中預けるぜ。任せといてください。お前らここまでよく頑張ったよ。でもそろそろパーティーはお開きにしましょう。パーティーを始めましょう。この二人をミンチにしてやれ。孔明是不是波格？孔明是不是 你要我跳江江几几几几棒棒吗？讲讲的叽叽叽叽棒棒 ，WWE 啦，吃下去。哼。哎，他们不是说要守我的背后？现在的人他只会讲一句话的，说我会守你背后的。不要紧张，童生先生。童生先生，不要紧张，我会收你的屁屁。哦，来来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 来！哎，我没按到哎，傻小。总算，嘿，乖，太嫩了，花木，跟他乌松嘎，太嫩了，才这一点人吗？負けたよ、ジョー。でも、やっぱり強いよ、タナは。チッ、使えない奴め。約束だ、岡田の話、聞かせてもらうぜ。来、让我听许多秘密。お前には、本来もっと早く話したかったんだがな。先に帰ってるぞ。お前らダチなんだろ。積もる話もあるだろうし、二人でじっくり話せ。桐生さん、ありがとう。よう、ジョー。棚橋から話は聞けたのか。はい、
いろいろ聞いてきました。どこから話せばいいだろう。止まら、止まら。俺たちがカラーズってギャング連中を倒すためにジャスティスを結成した話はしましたよね。ジャスティスは最初は小さなチームだったんですが、その後どんどん成長していきました。可以讲重点吗？カリスマ性もあって次々に仲間が集まってくれたんです。そして総力戦の末にカラーズを打ち破ることができました。阿成啊，讲重点啊。それまでは順調だったんだね。我想听后面啊。カラーズは潰せたんですが、カラーズを操っていた連中が黙っちゃいなかったんです。操っていた連中？奴らはヤクザやマフィアといった大人の裏社会の連中の手駒として犯罪を働いていた。その手駒組織が潰されて、裏で糸引いてる連中は面白くない。わあ、それでカラーズの背後之人。那真的不意外。岡田はそいつらにそれはひどい拷問を受けたみたいです。それだけじゃなく、あいつの恋人にも一生ものの傷を負わされたみたいで。岡田は報復を受けたこと。 Oh my god。 お前らに黙っていたというわけか。はい、多分俺たちに言ったら怒ってそいつらに報復し返すことになる。そうしたら結果的に岡田のような目に遭う人間が増えるかもしれない。だから黙ってたんじゃないかって。でも棚橋は偶然岡田がやられる現場と恋人のことで泣き崩れる姿を見てしまった。それを見たらもう岡田の肩を持つしかないと思ったみたいなんです。あ、你要加入我们的队伍了吗？好巧。長く付き合ってきたけど、初めて見たよ。棚橋。棚橋。変わったのはその日からなんだ。大切なものを守るためにジャスティスを作ったのに、大切な人を守れなかった。それは自分やジャスティスの力が足りないからだと。とにかく力が欲しい。岡田は善悪などお構いなく力のある連中を引き抜いた。だがその反面、本来の正義を貫く集団ではなくなったと。ええ、俺はあいつを間違ってると言うばかりで、そんな重い十字架を背負ってるなんて気づかなかった。でも実際にあいつがやってることは岡田を傷つけた奴らと同じことです。あいつは強いカリスマなんですよ。哇，我的親友であり、好想哭哦，怎么会这样？俺はあいつの目を覚まさせたい。ダチってのは仲良く楽しくしてりゃいいってわけじゃね。間違った時には全力で怒ってやったり、暴走した時には命をかけて止めてやったり。重新想起了他跟尼斯基。自分を金繰り捨てられるやつが事情。本当のダチだ。キリュウさん、ジョー、キリュウさん、俺にも協力させてくれ。今のジョーやキリュウさんの話を聞いて改めて思ったよ。間違えた時に止めてやれるのが本当のダチ。俺もそう思う。俺にとっても岡田はダチだ。一緒にあいつを止めよう。だな、ありがとう。なんだか元気が湧いてきたな。吹っ切れて明るい自分に戻れた気がするぜ。おいおい、極端だな。まあその方が棚らしいけどな。よし、じゃあ加入の印に気流会の皆さんに挨拶をしないとな。気流会の皆さん、愛しまーす。愛しまーす。すみません、本来はこういうやつなんですよ、棚は。まあこういうやつが一人いるとチームも明るくなるかもな。キリュウさん、俺絶対に岡田を救ってみせます。有这样的人，もう少しの間一起嗨会更开心的。力を貸してください。喝完了。お前らの友情。这不就是伙伴的意义吗？最後まで見守らせてもらうぜ。はい。是不是？好，我们要去广岛了。岡田と孔明を残すのみですね。ただ尾道の方にまだ敵部隊が残ってます。まずはそいつらを先に片付けましょう。
今度キリュウさんが尾道に戻るときに俺らも一緒に行きますから、都合つくときに尾道のアジトに顔出してください。わかった。哦，刚刚好，他跟我说，本说，洪生先生，啊，不好意思哦，可以的话，请你回尾道一趟吗？因为尾道的事情还没有解决哦。うまいな。太尴尬了吧。ありがとうございました。太尴尬了吧，你们，敢把我当什么？黄道有同生的大哥的老熟人哦，这个我有听说啦，这个我真的有听说，但真的没有想到哎、欸。哦，虽然我说双开，但是图奇好像不行，他真的没办法、啊，他就要像西亚的方式啊。哇哦，弹涂鱼耶，好弹哦！啊来啊！啊怎么的？哎呦！来啊，游走进烧伤啊！不过叶真你说的那个我倒是我是知道啦，可是西亚好像说要怎么说啊，西亚是说可以在图奇啊，在图奇那里弄个重播，然后再来在 YT 那里直接直播这样子，虽然会减少人流啦，但是也算是不错的方法。兄弟，哎，要去广岛吗？好狠的话木，可以啦，啊，这样不算狠啦。兄弟，いや、そうですか。哎，不好意思，一直按到。到底他妈的是什么反人类操作？啊，一直按到，我没有办法返回，笑死！哦，我们到了。まずはモレノに向かって近づい。松永と高城がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今あいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本家じゃろうが邪魔してくんならやるしかないで。好，我们要去那个Morena一趟。そこの踊りは止まれ。怎么了？兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱりキリュウじゃ。それにヒロセのとこの子分じゃの。ヒロセのジジイはどうじゃ。隠すとためになるで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ。なめとるかこれ。あ、ハローハロー。看样子有人想要下海。嘿，转圈圈。哼。哎。玩命光头！哎嗨！好嘞！嗯，
ほい。来来。主力呀，主力！他早知道，我不是看不起你，你就是菜，对啊，你就是经验值的菜菜。啊，不好意思，借用一下脚踏车。冲啊冲啊冲啊！这敌人超烦的哎、欸，他不给喝饮料哎、欸！哎呦呦呦呦呦！哇，三宝啊！翻倒啊！那么快！妈的，翻倒啊！又有街头打架，没有错的啦，月月姐姐。啊，你看呐、啊，月月姐姐，啊这样子，啊这些驾驶啊，啊要撞我们呢、欸，啊这样子，张三要怎么看？我们张三律师要怎么办呢？喂喂啊！救命哦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 ！要死了！要死了！时间暂停吃食物。撞我？对啊，他们是来撞我哎、欸！他们要抢那个孙娜，他们要再抢孙娜哎，啊这样子怎么办？掳人勒索，又加上那个造逃，这个怎么算？就有哇！哇，你真凶狠呢，月月姐姐。三条。三条，他怎么碰到有人要打我？哦哦，奇溜凯的，可以可以。等一下，月月姐姐助手啊，啊，我们不是朋友吗？然后你就要想要开车撞我，哇操，酷哦！好朋友就是拿来撞，可以的。哎，杀熊啊，杀熊啊！阿枪啊，台中哦，台中，滚啦、啊！哦呦，谢谢。啊不是他啊对啊他们要撞我啊没有错啊他们刚刚撞我啊还好我紧急闪躲还好我紧急闪躲要不然的话我就要被撞飞了而且他们还想肇事逃逸啊开什么国际玩笑对啊好烂哦！所以猫车油门推满撞下去啊！然后，所以我的脑袋就会蹦出噔噔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 。夜色是那么是微妙，谁又把黑暗如此埋没？うまいな，是不是？是不是？你说猫车嘛，那就是 Monster Hunter 啊，是不是？只有 Monster Hunter 才代表着猫车。
到了到了。啊，キリュウの兄貴、カシラ、ユタ、みんな無事じゃったんか。おお、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あのタツカが殺されたユタリ、ヘイハイツがどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしもタカシラを無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、田頭くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。不过小婴儿怎么会被抓走？こんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れて行くとこ見たんか。何にしても座ってつかさい。話せば長くなりますけ。哦，我们要听各位小弟讲故事了。夕方頃、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッと一緒に来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで。嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。でキヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅうか。うん、それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの玄関に行ったら、我觉得那个老弟有问题耶。何が起きたのか、その時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して優太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。うん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台置いてったとこ見ると、誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え、そのローがこう言ってたんだ。タツカはハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。哇，到现在还是搞不懂那个小弟有什么问题呀？ボッチャンを狙うてのことじゃ。ほいじゃ、もしかしておやさん。ハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや、全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、親さん、どこにハルトを連れ出したんじゃ。啊，哇，这下怎么办啊？那我们要，我们要调找那个小婴儿吗？あの、キリュウさん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でも。それより、あんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな。多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あ、あの人とキリュウさんがどうして？染谷は東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。
あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。我们要来听那个了。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。那个小青妈妈さんの那个恋愛史。嫌だったから。それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをしてちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。ああ、染谷も客の一人だった。蘭谷这么勇。私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。哦，他就是因为这样子就爱上了吗？哎，拜拜。哇塞！ソメヤさん、どうしたの？その格好。もう、あんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え？俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。哇，当年他真是好帅哦。对啊。しっかりしなよ。あんた、俺よりずっと年いってんだから。私のために。どうして？哇！因为爱，所以爱。哦，好浪漫哦！如果是下雪的话，就更浪漫了。天哪，好帅哦！キヨちゃん、あのソミヤどうぞ。そがなことが。ナゴモ君、私のことを幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。わあ、破滅了。その後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られる。
そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、ソメヤはその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから太太感受到了恐惧。娘と一緒に逃げようとした。それをソメヤは許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部わかってたの。逃げた先ですぐソメヤの子分に捕まって、娘を取り上げたソメヤは初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が三つの時に置き去りにしてソメヤの元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんなら、こんなバカ誰が。あんたは何ちゅうバカなんじゃ。あ？親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。泣くもくん、あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんじゃったら、わしが遠回してでも染谷から娘を取り戻したる。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。哇，这个剧情好感人哦。你是有资格的。すまんの、キヨちゃん。じゃが、あんたに小柄なことを言えんのは幼馴染のわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう、南雲君。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。哇，他心态崩溃了。行かなくていいのか、南雲。こっちのことはいい。お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。今はうちの親さんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。何じゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけ、しがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どこか心当たりがあんのか、松永。わあ、いくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなですわ。我们要跑遍整个地方了。
そうじゃ、スナック清美におやっさんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。哇，要跑遍整个广岛哎。啊，墓地の方なんてどうじゃろう。あそこは外から死角になっとるし、人通りも少ない。哇，あそこはめったに人が来ないからな。哇，調べてみても。夜晚去别人墓地耶，我操。あ、そうじゃ。喫茶アポロ行ってみたらどうじゃ。喫茶アポロは親さんがいつも出前取る店じゃ。確かに。喫茶アポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。喫茶アポロは商店街にある。アポロカフェ店。見る価値ありそうじゃ。木原小青的店跟キリュウの兄貴。おやさんの行きそうなところって考えたんですけど、俺はとりあえず組の事務所かなって。事務所。広瀬一家の事務所ってことか。ほいじゃけど事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ。鍵閉めとります。おやさん鍵持っとらんけ。事務所には入れんじゃろ。そっか、おやさん鍵持ってねえんだっけ。そういや事務所留守にするなんて今までなかったもんな。それに陽明連合会もずっとおやさん。哇，别告诉我老爹是直接爬到二楼的。とっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません、キリュウの兄貴。もう少し考えてみます。等再想想了。没事。キリュウの兄貴。ここ出るんすか。なら俺らも行きます。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。いや、俺一人でいい。你们慢慢想吧。你们跟着我是个累赘。親分のいそうな場所を考えててくれ。不是，你们跟着我，他们就要变成经验值了。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人。不是各位。これ以上上に弓引かねえ方がいい。好，我们走。不过也可以去解那个，也可以解那个故事哎，那个同生会的故事，第六改。啊哈！好，大。喂、哎，我进去啊，全部人不见了。我操！哇，我刚刚一进去，全部人都不见了，太夸张了。哇，这里的餐餐自由配到底有多猛啊？気に入ったぜ。目标成为品酒师。ありがとうよ。哇，这个餐餐自由配很猛哎！天哪！哦，打师爷军队，我来了。さっさと片付けしまいますか。さて行きましょう。誰に喧嘩売ってんだ。来是两个居民。来个这。好啊，三位，你们三位可以的。運が悪かったんだよ、お前ら。哇，又一个飞出去的，要死！赢啦！よお疲れ様でした。よくやった、お前ら。好，
好，下面一位总攻击。总攻击了啦，进行猛攻了。さっさと片付けしまいますか。反正这些敌人很烂啦，一定可以迅速解决的。这些敌人就是废啦，是不是？只靠我们的Kunijo就能搞定，是不是？冲啊冲啊，勇往直前的冲吧，有输过没罢过。哎，完了，哇，被秋山叔叔补刀哎，一个后重踢，有许，お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。哇，可是他们的姿势好帅哦，怎么会这样？太帅了吧，你们！なかなかしぶといね。やのか。お、覚えててくれて嬉しいね。そう、俺こそが。やのとる。やまとる。待ってたな、キリュウさんよ。全然待っていない。おい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 。まあいいや。今日は最後のご挨拶に来てやったぜ。ようやく尾道観光が終わってよ。のどかでいいところだったぜ。ジョーの野郎がおじけづいて引っ込んで、のどかに余生を過ごしたくなるのもわかるな。てめえ、もうちょいここでのんびりしたいんだけどよ。六教人の連中が早くしろってうるせんだよ。次に会った時は俺が相手させてもらう。その日がお前らの命日だ。ジャスティスの後面都是六教人の本気を、後面都是最後的大鬧一場了。首をきれいに洗って待っとけよ。バーカ。笑死。いよいよ次は矢野が相手ですね。ああ、矢野は強い。だが俺たち気流界も確実に強くなってきてる。絶対勝ちましょう、気流さん。我们一定没问题。矢野通る。有输过没怕过。一筋縄では行きそうにねえな。可以的啦。呀，我先升级一下，升级。红升，我等一下会打爆你！我靠呗啊！欸，至少不会像某一只某一个人说，学长，我想操你，想要操个迷迷冒冒。哇，那更可怕了。那就更可怕了。救命哦！哇，可以耶，帅哟！啊，不对啊，啊这样子的话，秋山我要给他当顾问了。你先。愛してます。愛してます。好，当顾问阿卡马修。任せといてくださいよ。顾问阿卡马。
やれるけけ。いよいよ矢野との決戦ですね。多分今までとは比較にならないほど強いと思います。桐生さん、気合い入れていきましょう。ああ、それじゃあ行くぞ。八旗斗志啦，各位。俺たちの力、見せてやろうぜ。おう、うす。六強人の一人である矢野を倒せば、ジャスティスの力をかなり削ることができる。そうすれば、ジャスティスを攻める突破口ができるはずだ。ここで勝てれば、めちゃくちゃ大きい一歩だ。絶対勝ちましょう。打赢他就迈出个大步啊！これ以上あいつに好き放題言わせると。我都已经打赢了很多场了。尺に触る。没事的。よっしゃお前ら、We are ヤノトル。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 よし。キリュウ。好奇怪啊、喔！好奇怪的人哦、喔。いくぞ！一根蛇！我杀！我觉得这些敌人真的是太北七了吧？好。誰に喧嘩売ってんだ。我们有两乱，没有问题，没有问题。化木属主，可以的，可以的，可以的。一个得。哎，围殴他，围殴他。对啦，这就是我教你们的。这是我教你们的。いいね、アスカスだ。ただで来いよ。わあ、本当へ、冲起来。对啦，赢了。俺たちの勝ちだ。这不就赢了吗？不就赢了，各位乡亲父老们。哟，お疲れ様でした。よくやった、お前ら。お前ら。よし。信じられねえ。我们竟然会输，そのバカな。もうお前の負けだよ。矢野、ここは俺たちの大事な町だ。連中連れて出てってくれ。そう簡単に引き下がるわけにはいかねえんだよ。六強人にはよ、負けは許されねえんだ。負けて帰ったところで俺の椅子は残ってねえよ。だから俺には没有位置的。ここでお前らを倒すしか被水占了。お遊びはこれまでだ。六強人の恐ろしさはここからが本番だぜ。哇，好凶哦！啊，你们看看这是什么东西呀、啊？哇靠呀！怎么会有？怎么会有人丢拔蜡嘞？说个笑话，红身一马不杀人，不杀人。哎，
这个很畅秋哦。没数了，谢谢大家，结束了。つえ、信じらんねえ。やったー！あの六強人の一人、矢野を倒しましたよ。これで六狂人之一终于打倒了。矢野がやられた程度で、俺たちが焦るかよ。むしろ焦ってるのはお前の方だろ、ジョー。お前は、ジョー。トランキーロアッセンだよアッセンだよ教授の一人内藤岡田に並ぶ実力者ですまさか尾道に内藤が投入されるなんて投入おいおい誰かに命令されたみたいな言い方やめてくれねえか俺がここに来たのは俺の意思だ俺は岡田の命令も誰の命令も受けない俺がわざわざこんなとこまで来たのはな桐生さんあんただよあんたに興味があるんだ俺に元登場会四代目会長伝説の極道堂島の竜桐生一馬你们现在发现哦登場会ってあの桐生さんヤクザだったんすか？你不是说你是上班族吗？今は仇だ。俺はヤクザやマフィア関連の知り合いが多くてね。キリュウって名字を聞いただけでピーンときたよ。改めまして、内藤だ。ブエナスノーチェス、キリュウさん。オレシャモデス。ノリの悪いおっさんだな。あんたにはいろんな伝説があるよなそれを聞くたびに虫図が走ったよ俺はあんたやジョーみたいなまっすぐで正義の味方ぶってるやつが大嫌いなんだよやるのかへっ、キリュウさんトランキーロアッセンあんた一応为什么一直摆出这个姿势啊怪怪的你是不是鸡了あんたの仲間全員ぶっ潰してそれからじっくりあんたとやらせてもらうよじゃなおいあそこにお前の仲間が倒れてる連れて帰る你的伙伴掉了麻烦捡起来もともと仲間じゃねえよそれに負け犬は六強人には不要だテイクアウトする価値もねいっそのこととどめでも刺してやるかそも凶だてめえナイトナイトやめとけナイト相変わらずだなジョーお前も岡田もそういうところがいけすかねえんだ桐生だけじゃねえてめえもじっくりたぶって葬ってやるわー阿成很勇耶他直接露身挡枪耶まさか桐生さんがそんな有名なヤクザだったなんて過去の話だでも会長だったんですよね道理でチームまとめるのもうまいと思いましたよ。可是人家才当一天呢。信用してるし。你要不要确定一下？人家才当一天呢。むしろそんな人が近くにいるってのは心強い。いろいろ勉強させてもらうよ。そんな大層なもんじゃない。俺が教えられることなんてねえよ。そんなことねえって。もっと自分に自信持てよ、キリュウちゃん。いいんですか？本当にこいつ仲間に入れて。俺は別に構わん本人も心を入れ替えるって言ってるしねおうよジャスティスなんて最低だぜ俺は拳を交える中でキリュウちゃんに惚れたんだよねこれからお世話になるわよろしくウェイチャンフウォーまあでもウェイチャンフウォー同身だ只有マジマ了内藤を倒すにはこっちの戦力も増やさねえとな任せとけって正直俺もあんな風に切り捨てられたチームに未練はねあるのは恨みだけだ俺にもプライドがあるからよジャスティス潰し協力させてもらうぜ
ああ、よろしく頼む。矢野トールに任せとけよ。次の相手の内藤は今まで以上のメンバーを率いてるって噂です。あいつが率いてる連中は俺の仲間のガキンチョどもとはちょっと質が違う。まあ注意した方がいいぜ。準備しっかりしていかねえときついかもな。わかった。哇，我们有帮手了。好，好，接主线吧。可我没有想到，那个没有触发到，笑死。哎，我们要走到墓园哦。狗养，哎呀干！哎呦，你娘嘞！大枪！没有想到花木直接跑过来。对啊，真的太好笑了！我操！我朝敌人面前呢，得跑过去。然后结果就没事，笑死。なんだ、誰かに見られている。好像有人在看着我，怎么了？怎么了？发生什么事了？なんだ。Oh shit！ 問答無用か。他怎么闹鬼了啦？白痴哦！怎么会这样？感觉身体被掏空了。这鬼训，对啊，超训的啦。何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。鬼道的诅咒。あんた見たんじゃろ。刀を手にした亡霊を。拿刀的幽灵。正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守りをしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが。原因はあんたがここにおったからか。わーす。ここの亡霊を見たことがない。原来是扫墓人呐。失敬了，失敬了。あんたよそもんじゃろ。地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、こがなとこまでめったに来るもはおらんが。そうか。知らなかったんだ。ええんじゃ。別に咎めとるんとちゃうけ。哦，所以我们的童真叔叔太阳刚了吗？阳刚之气。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったちゅう話でのう。哦，海賊。海贼耶。海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に植えとるらしい。变成幽灵只想打干架。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと。あ。不介意的话过来玩吧。海賊の亡霊か。不要啊。幽灵ね。喧嘩の種がなくならない。你在他妈跟我开玩笑？这个鬼地方，我永远都不会再待了。老大看起来不会在这里。哦，也是啊。那走吧，我们随便逛逛。一定能把老大引出来。
我先说那个波塞冬好了。哇，没有波塞冬欸，靠腰。这样跑一跑我会累啦，老人家经不起这个考验啦，啊，人家都快50岁了。哎干，啊怎么没有波塞冬？居然没有。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございます。对啊，这里都锁了。嗯。嗯，哇操，被都锁了耶，我进不去耶，神经病哦，没有问题吗？你们脑袋都没问题吗？啊，キリュウさん。ママ、親分の携帯あるか？ええ。そこのカウンターに置いたままだけど、ちょっと見せてもらうぞ。要我看一下手机。这个小清水，啊，青梅小酒吧吧。啊！通话记录都是空的，我操！何か分かった？いや、何も分からない。親分が携帯を持ったのは最近か？いえ、ずいぶん前から持っていると思うけど、そういえばいつもデータを初期化してるって言ってた。遊んでるのがバレると面倒くさいからって。そうか。经常会格式化。哇！哇！吃定了，吃定了。定有事发生，所以才会说我的手机一直格式化哦。天哪，干什么东西呀？怎么有一颗人头？哎，不想理你。我想理的人是。啊，抱歉。糟了。我把全部都给。充满干劲的内裤，太有干劲了吧。那我就穿那个啊，穿那个兜裆布啊。你他妈的看什么看？没看过。来，我要练一下打虎。太嫩了，来，接我最强的一招。来，接我最强的一招吧！来，哇干，为什么？来，接我！妈的嘞，还想抓我？太夸张了，还敢他妈性骚扰啊！当我一个神经病啊！ちょっとすまない。あんたがこの店のマスターか？ええ、そうですけど。広瀬一家の親分を見なかったか？ん？
親分のお知り合いの方ですか？ああ、そうだ。今日は来とりませんけど、どうかされました？いや、ちょっと訳あって、親分の行方を探してるんだ。どうせまたどっかぶらついとるんじゃないですか？いつものことですよ。あ、そうじゃ。ん？どうした？親分に先月のツケ払うように言うとってくださいよ。まったく、こっちがうるさく言わんと全然払ってくれんのじゃ。完全没谱。わかった。うわ、还敢他妈赖账啊！还敢他妈赖账！我的天哦！太离谱了！现在人怎么这么离谱？毛伊娜，毛伊娜，谈事情啦，摔个粉色碎骨随便了啦。啊？哇靠呗！啊，为什么不行？干，太扯哦！抓子这里可是我没有办法。What the fuck？夸张了，那、啊、怎么没办法、啊？我 bug 了吗？小兄弟，我 bug 了！我操，他奶奶的兄弟，太夸张了！哎、欸，那个我不能过哎、欸，傻小啊！还是我要走回去找那个那些小弟们？是 bug 吗？哇，他真的没有哎、欸！我要哭了，我怎么 bug 了？啊，我 bug 了，救命啊！我大给掰嘞！哎，啊，干，他们为什么没反应？我操！操，出事了，怎么会这样？这才第几章啊？哦，第九章失踪。哎、欸，不是呢，啊，怎么会这样？哇，各位，我 bug 了，我要重开了，我要重新载入。
有带流腿跟其他带很短，对啊，我知道啊。可是问题就是我怎么卡 bug 了？干，太离谱了！哦，真的哎，真的是 bug， 干！白痴哦！好大的窗户是开的，哦，那就对了啦，就是老大他是爬梯子上去的。是秀的，嗯，很牢固，爬上去，大大大，我的妈嘞！真是太离谱了。哦，某家小酒馆的阿诺小酒馆吗？OK， 你看这里去找找好了。哎、欸，好扯，好扯哦，真的是太夸张了，没有想到竟然是一个 bug。嗯，哦，解开了。踊りきりゅ、こがんとこにおったんか。哇哇哇哇哇，兄弟，干什么？陽明連合会。広瀬のジジイはどこじゃ？お前らはなんで広瀬の親分を探してる？还是说你要找小宝宝吗？本命は妈的，你们这射线电筒屁！哼，グダグダ話すより踊れの体に聞いた方が早そうじゃない？哎呦哎呦！ここで蹴りつけたるぞ、キリュウ！堂島の龍がなんぼのもんか、見せてみや！好多人哦，我好怕哦！看看后面这一台机车啊，感应老师，来，滚啊！我用一台机车打倒你们的半队，那是什么？なんじゃこれは。こが花ことが。岂有此理！驚きりゅ、もう立ててすまんど。今さら何言ってやる。先に手出してきたのはそっちだぜ。啊，你们先动手で。じゃったら殺せ。やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。ほら、殺せ！早よやらんかい！くだらねえ芝居はよせ。大声出してるとこ見ると、他にもまだ近くに仲間がいるようだな。お？ああ、竟然拆穿了。なんで広瀬の親分を探してる？知らん。わしらは。小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから押さえろって、それしか知らんのじゃ。ほんまじゃ。ほんまじゃ。潮時だな。おい、マスゾエを知っているな。あいつは今どうしてる？マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。
東京の仕事ってのは。道場会の染め屋と杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついてる。哇，高超耶。何の話じゃ。マスゾイの聞き方何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れキリュウ、いつかぶち殺しちゃるぞ。これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってろ。哇，好家伙，直接挑拨离间呢，太帅了吧！不想说话的话就给我闭嘴。哇哇，太扯了吧！红生直接透露给他们说，哎，你们的老大背叛了你们哦，你们要小心一点哦。シュッ。おりゃあ。ふっ。臭長。来啊来啊。大花木。来来来，太热了太热了，玩玩而已。妈的，终于啊，可以的啦，暗夜我可以的啦，人家骷髅等级的啦。強いな、お前。こんな楽しかったのが久々だ。怎麼、居然我輸了、そのバカな。悪いが、あんたに付きまとわせてもらうぜ。皇家金幣勾、真懶。哈囉、阿伯。スナック砂時計。八路小酒馆。放心的。この店の人か。すみつめた記号。初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに、ようこがなとこを見つけたね。それともどなたかのご紹介？このマッチを持ってた人を探してるんだ。へえ。広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、キリュウさん。俺のこと誰かな。広瀬の親分さんよ。今日店を開ける前、うちに来てくれんさったんよ。なんだと。王赖老大有利息哦。預かっておりますよ。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がいいか。親分はここに来た時、有人妻就是赞啊，是不是？可愛い子じゃった。そうか。わかった。助かったよ。助かったよ。どういたしまして。好，我们去找老大，问问问，给他，请他给我们一个交代，为什么绑架我家孙子？臭傻小，敢绑架我家孙子！哇，大妹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 
ダメよダメだもよ。没有啦没有啦，大美出江。さ、行くか。在这里是出见了。ありがとうございました。然后呢？等我一下，我用一个宣传。不好意思，不好意思，刚刚用唱了童声鼠鼠的打妹打妹来称呼你。好，大家可以追随我们的大妹打妹，她是很可爱的 VTuber， 大家可以追随她。ありがとうございます，哈哈，谢谢各位啦。我这样介绍应该没有问题吧？啊，然后现在在玩《人中之龙六》，感谢感谢，不用谢，我们都是好朋友。我们都是好朋友，谢什么？从此之后，你我都是朋友。来看人龙啦，对啊，没有错。人んちの庭で好き放題やってくれますの、キリュウさん。お、我可能要小心了。这个和尚很强。苦しみさん。因为他光头，因为他是光头，所以我要特别小心。おお。あんたにはいっぺん広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。わあ、拔刀嘞、好可怕哦。音に聞こえた道島の龍が相手じゃ。わあ、好可怕哦。その喧嘩にはなりゃせんじゃろ。现在的人怎么这么可怕呢？是不是？わしら、広瀬のじいさんに話があっての。とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんた、じいさんの居所を知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。我不准你拿我孙子的主意的。あの子に一体何の価値があるのか。如果需要的话就过我这一关，不用紧张，我们好好谈谈。トドのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。望むところじゃ。哎呦，哦呦，这小青水很屌呢。小青水宽志，你不说我以为是野原广志呢。野原广志，广志，你的妻儿呢？广志啊，他小心咧，他演员心之助呢，那个超级变态小孩子呢，喂喂啊喂啊喂啊，哎呦，安子乐安啊，开台辛苦了。哎呦，哎呦，从背后来呢！啊！我要低笑了，我要发疯了！不了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 ！同生一把，一生死的藏宝之龙，再次，よろしくお願いします。
来啊，不要小看我们的唐岛叔叔。哎呦喂、啊、你看你砍他好几下都没事。哦呦，哎哎哎，差点切腹自杀了、啊、兄弟。哎喂啊，还敢杀？哇，他想让我切腹自杀呢，好可怕哦！这家伙怎么会喜欢切腹啊？太夸张了！现在的人这么可怕。まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。嗯？啊？居然小弟干掉大哥了。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。好痛啊。もう今更遅い。哦，大交感来了。Hello。よくこの場所がわかったな。ええ、わしらもさっき、おやっさんの行きつけを思い出して、スナック砂時計に行ったんですわ。你们想的也太慢了啦。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。好可怜哦，小心水被你们打倒，然后你们还叫他起来，太可怕了吧你们。哦，老爹跟孙子。好可爱哦。腰水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。お、既然你是合运租车，你要说说看，你们要什么吧？有什么情报？说。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主、黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。确实ね。わしら最初は緊急状況下是没有办法及时通知的。どこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん。あんたにもだ。ん？沢村遥かって女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今まで沢のこと一言も聞いとらせんで。どがになっとんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、キリュウさんが。所以是广濑他为了帮助坊主の本当の父親は帮助小遥，然后他老早就知道这个孩子的爸爸是谁喽。価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男。那孩子的父亲是谁？我等一下要背报他。我的手已经摩拳擦掌了。
坊主の本当の父親はね。まさかお前が。是你吗？宇佐美優太。俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。Oh shit！ 真的假的？真假的？孩子的爸爸居然是我们的樱井开司啊！竟然是我们开司啊！天哪！哎。开司没有钱啊，快给开司一个保险套啊。屁咧，搞了半天原来生父就是我们自己的人。太他妈难过了吧。搞了半天原来是自己的人。太哭了。啊！哇！やめて！何してるの、ゆうたくん？哦，小瑶还在的时候哎。哦，两年前。哦，难怪。その人、ゆうべお店に来てたお客さん、なんでそんなひどいことするの？ルポライターだってさ、こいつ。ずっとハルカちゃんのことをつけてたんだ。わあ、護花使者。写真。天哪。取られたらまずいんだろ。この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういうやつらから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん。哦，就在这时候，瑶瑶爱上了。気まずいだろうから、俺はもう这个奶油小哥了。出さない。だからさ、できればはるかちゃんは。怎么突然暂停了一下啊？怎么在剧情高潮的时候，怎么突然暂停了 ？What the fuck？ 哦哦，按错了。哦，谢谢我们的叶痕，谢谢我们的叶痕寄给我，恭喜中奖，谢谢叶痕呐，阿里嘎多哥仔嘛是，
等一下，我跟叶恒讲一下，说他的图骑马是多少，我要帮他宣传。好，我竟然被吓到了 想说，看剧情看到一半，啊，怎么会这样？我操！哦，在那之前，我先宣传一下我们的时乐。那个，我们的时乐呢，她是一个很不错的女孩子。然后呢，她喜欢玩的是 Switch 的游戏。希望大家呢能够多多追随他，阿里嘎多，恭喜！不过听说会下载很久，哈？下载很久是啥小意思？好了，发生什么事了？暗夜？没关系，先截图。我先截图，然后等暗夜的。啊，等叶恒的 ID 传过来，我们就好好的宣传他。那一位可爱的小猫咪，是不是？我这样讲很靠背。哦，他传了。OK。好，来，我们来宣传一下哈。活动，我看一下活动。活动只剩下15、16号，大家，靠，还差33秒，妈的，还有33秒，啊，紧接着是北七。等一下，好，已经33秒了，还有13秒，干，不要闹了，靠腰，有没有算好的啊？白痴哦，我操，太尴尬了吧？每一次都算好呢，他每一次都差3秒。你他妈难过了，好，没关系，好，各位大家可以追随这个我们的 VTube 大佬，与其说大佬，不如说他是那个小空台的扳手，没错啦，是我们的。白猫夜恒啦，哈哈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 哈！没有了，没有，开玩笑，干嘛呀塞？好了，不好意思，不好意思，就这位白狼夜恒呢，他现在呢有发起了一个我们的那个暗黑破坏神的一个就是抽奖活动，现在只剩下15、16号。然后呢，只要 follow 他的置顶的活动，然后要撑到他开台，然后呢，并且呢，在他直播结束之前呢，打自己的 ID 按加一，然后呢就可以随机抽到。我们的暗黑破坏神士，而且听说他自掏腰包买的，没有厂商供应他。大家呢，有这么佛的叶痕，谁不会错过啊？是不是？有没有？对不对？
大家快 follow 他，快追随他。谢谢各位，阿里嘎多哥在吗？是。好看不好意思，没错的啦。好看不好意思，没有暗黑破坏神的朋友们，快去买！没有，快去买，快去加入我们的夜恒活动。没有的话，你就要花费2200块买暗黑破坏神4哦。哈哈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 ！好，那谢谢。谢谢我们的夜恒，阿里嘎多哥在吗？虽然有点吓到，居然是我们的，居然在我直播的时候突然蹦出来。好，那么我们继续。ずっとこの町にいてくれよ。な。直播的高潮，太震撼了。宇佐美優太。梅佐永泰。彼らの目の前にずっといたそいつが。宇佐美永泰。沢村ハルトの父親だ。自殺男。嘘じゃろ。優太。宇佐美玲月是你妹，对不对？你说啊，宇佐美玲月是你妹，对不对 ？Oh my god！ 关门放，傻小。なんで早う言わんかったんじゃこのバカタレ。踊れ、心当たりがあったんじゃろが。それをなんでじゃ。達川がハルトの父親だって話だったからまさか俺だとは。干干就跟你说就跟你说戴套了。お前ハルカちゃんとそのゴムとかつけんかったんか。白痴。太紧张了。对啊，渣男。なあユタ、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。我操！对啊。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか。为什么一发就中了？よせ。今そんなことしてる場合じゃねえ。对啊。现在竟然不是打人的时候吧？腑に落ちません。是。ユータ本人も知らなかったのに。なんであなたはハルトの父親がユータだと。どうや。いろいろややこしい話でさ。うわ、就连永泰本人都不知道啊！我靠。なんじゃこれ。お前は。永天ね。マスゾエ。なんでお前がここに。マスゾエ。広瀬さん、你怎么会这里？約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう、採用会にも、妖名連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら、俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように、俺からクルス会長に口聞いてやるから。話がまるで見えん。一体何なら、これは。なんで俺が
ユータを坊主の父親と知ったかってどこまでなったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の入道路真多、不止真多还反转呢、傻小啊。それがなぜかってと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。哇，该不会连所以我买个连做爱做这事也能也都被看得一清二楚。西洋界の総帥、老の血を引く実の息子だ。な、何言ってんの？老の息子はジミーロは三ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスゾエ。ジミーローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美優太はその弟。つまり、ジミーローがカムロ町で死んだことで、そいつは西洋界の正当な後継者になったんだよ。What the？ 桐生さんたちにも分かるように説明してやるんだな。まずいよ。我要炒三连了。对啊，我操。西洋界ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィア。他妈离谱了啦！だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから西洋界のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の後につけるのはボスの血を分けた子供だけだ。老大阶级的人啊，ボスの後継者になる子供が就是他旗下的干部全部都是要兄弟姐妹这样子。アトメ争い还有子孙啊那些的。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために西洋界歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。わあ、套路え。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが。所以就是俺と立川はそんなお前をガキの頃からずっと影で保護してきたんだよ。中国マフィア。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが西洋界から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、西洋界に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ立川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。あ、他不会、他们不想要混血儿。すぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから慣れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。わあ、ショースプレイ。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前はその時も何も知らず
脳天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供をおろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊をおろせ言うとったんはその時のことだったんじゃ。也就是说他们要逼小瑶堕胎哦。日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない就为了这个无聊事太夸张了。後々組織に災いを招く。余計な目を積むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言い寄ってからに。だがその矢先、今から一年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。わあ、老爹断了一手哎。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その関さんに中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけやねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。わあ、あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。あ、我到底看了三小。嫁の都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主には滅法強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後西洋会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見恒雄に殺されたからか。ああ、そうだ。对、杰米龙。杰米龙被杀了。杰米龙被杀了。然后最后有永泰来替补。そして組織はユータを採用会の後継者として迎えるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり。俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血まなこになって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。お、这样子我们没办法活了。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる。一体何じゃ。あ、あいつ是無辜的耶。殺小啊。本気で殺そうっちゅうか。あいつ是無辜耶。白痴哦。そんな血なんてもんにこだわる。くだらねえ男だったってのか。
あんたから見りゃそのくだらねえことが、あの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたとユウタが知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。バリレイだが、そこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒雄に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで、岩見恒雄を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。 What the fuck? ハロー。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを、あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。看来达川只是想要绑架小姚，并且然后把婴儿抢走。達川が結果就是发生了达川撞小姚事件。本当に間違いねえんだろうな。ええ。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕の中にいたってわけだ。くそ、一体何が神经病ね。为了一个小孩子闹到鸡犬不宁。What the fuck?あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒雄に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。哇，先叫达川先杀女的，然后再来，再来被杀，哎，太狠了啦！いくら採用会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうが、バカだれ。いよ、自業く。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り、俺をかくまってもらえるよう、クルス会長に言ってもらえますよね。ん？南雲。坊主をしっかり抱いてやろう。え？ What the fuck? ハロー。こいつら、ハルト狙ってるか。妈的，一群恋童癖。みんな下がってる。親分とハルトを頼む。这些废物由我一人在收拾。剧情太长了啦。
我已经饥渴难耐了。妈的！终于可以好好打人了。我终于……哎呦喂呀！哎呀，太多人，太多人了。终于好好打人了。终于飞高高啦。干什么？干什么？歪不？拉进去，结束。哼，太嫩了。这还不够我暖身呢，是不是？哇，他们还站起，我的！哦呦！完美是足球啊！街の方へ出ろ。ハルトを頼む。ヘドラ、捕まえろ。そっちだ。分权派。こっちや。大小啊，玩得很开心呢，耶！我飞飞高高了。太夸张了啦！哎，不要把小孩子当美式足球啦，白痴哦！啊，被抱大腿！老大，打转！我的！哇哇，球门都要哦，永泰来准备打阵，小孩子笑得很开心的，过球门打阵四分。太夸张了啦！그놈은건들지마라。嗯？哦，韩俊基。내가직접처리한다。俊基哥哥。오말한준기난데오마이가거기니多好的运动家精神呢！그사소고도케邪门的，邪门的，打得啦！哇，哇，运动家精神哎！哇，不就说这家伙我一个人能够对付哎！哇操！哇，好男人，女人最喜欢的帅哥。不愧是我们的欧巴，就连我妈都最喜欢看，都喜欢看韩国明星，大堆欧巴。一大堆欧巴。太帅了。韩俊基。你怎么这么色、啊、我看着看着就要自卑了，怎么会这样，怎么会这样，我还不够帅，太难过了。好，我先把钱财那个集满，
好，来韩俊基。地板上他妈的怎么会有小刀？粉色很可怕嘞！地板怎么会有一把刀子？弄掉了可不好玩了，是不是啊，俊基哥哥？哦呦！哦，帅哦，帅哦！无论这个帅哥也太帅了吧！如果是论帅气的话啦，以不像童声那么英勇的话，秋山是摆第二，俊基是第一，因为秋山是有钱人。형님아기를빼앗았으니이제그만가시죠아마디오가스디이르바투죠키리사아나타토와こんな形で再会したくはなかった今日はこれで失礼します。あった。あ、哇，断在这里了。好，好，那么今天直播就结束了，感谢各位收看。不过总算，应该说，不过没有想到，竟然是我开台开到一半就突然间送礼了，夜恒爸爸送好礼，这样子我就可以用鲁叔叔的一句话，那句话叫做我跟你说你要孝敬暗夜叔叔的夜真，不是夜真，靠腰每个姓夜的算了，那个我们要孝敬夜恒叔叔，他这个人呢，虽然蛮可爱的，但是呢，花起钱来不手软。好啦，这个你们听听就好，不要讲出去呢。啊，讲出去了，到时候第二天遭殃的可是我本人啊，是不是？好啦，那么今天就休息啦，谢谢各位。明天呢，如果我的暗黑破坏神4下载完的话，我们就会立刻开始玩暗黑破坏神。我跟你说，暗黑破坏神在那个天兵公园直接来个一大堆土地公，然后说你们要有梦想啊，你们要有梦想，这个游戏才能玩得起来，没有错的啦。哈哈哈哈哈！好啦，那么谢谢大家啦。明天下载完的话，就可以玩《暗黑破坏神》啦。好，那么就是这样啦。我要把你们丢给谁好呢？夜衣大人，哪里？我要把你们丢给谁？我要把你们丢给谁？还是把你们丢给那个啦？那个柯林的前辈秋芽神拜。好，大家可以帮我跟他问声好。好，就这样啦，各位晚安，おやすみ。Good night， 晚安，各位辛苦了，晚安。我们明天再见啦，拜拜。辛苦了，不会，
辛苦的是你们，看看看我的那个、啊、那个中风操作，笑死。好啦，拜拜。